はい、こんにちは、こんばんは。今回は、GSX-R1100K 型、1989年平成元年ですね。こちらのすごい綺麗なやつをちょっと紹介したいと思います。まあ、ほとんどね、塗り直しちゃったりとか研磨したりとか部品変えたりしたんで結構綺麗になっちゃってますけど、最初はね結構汚れてましたよね。これもう今となってはね、もう見違えるぐらい恐ろしいコンディションに、なっております。まあ、この人がね売るときはぜひ、買った方がいいんじゃないかなという感じでございます。まあもうすごいですよ。外装はもう全部塗り直してますんで、純正の青や白じゃないですね、このホワイトはなんか微妙にパールになっててすごい綺麗ですね。塗装はリアルペイントで、塗ってるものになります。ホイールは西村コートグリズリーですね。でまあ基本的にはね、そんなに、変更してないんですけれども、なんかやたらとオーラが出ちゃってますよね。だって変わってるのって何ですか、社外部品って言ったら。マフラーと左右のマスターとクラッチレリーズとそんぐらい、あとブリッジぐらいですか、あとデジテンがついてるぐらいですけれどもね、なんか不思議とすごいですよね。他ねキャブもね綺麗にすごいなってますんで、いいと思います。アンダーカウルとかはね、以前あのクイックファスナーにしておりますんで、着脱は非常に、便利になってるかと思います。トップブリッジはあれですね、なんかテクニカルガレージランの方がついてますね。ハンドル何でしたっけ、これ忘れちゃいました。ドイツ製かなんかのすごい高いやつですよね。なんか7万だか8万だかする、左右上下垂れ角全部動かせるっていうね、すごいやつですよね。まあそんな感じになっております。ここまでね 1100K 綺麗にするのもまあもうすごいですよね。 1100K って後ろ17の 4.51 じゃないですか。ハンドリングが結構ね軽快だから僕このままでも好きなんですけどね。でもやっぱみんなやっぱり支流がね 5.5 なんで 5.5 に結構しちゃってる風はありますけれどもね、こういうオリジナルレストアみたいのも、楽しいと思いますよ。今回はこんな感じです。よろしくお願いいたします。少し役に立つような動画を作っております。チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひぜひよろしくお願いいたします。